エヴァ・ガードナーはアメリカ合衆国のオスカロライナ州出身の女優。アメリカ映画協会が1999年6月に選出したアメリカの最も偉大なる女優50名では第25位であった。貧しい農家の7人兄弟の末っ子として生まれる。母親のモリーはバプティスト派のスコットランド系、アイルランド人とイングランド人の混血。 父親はカトリック派のアイルランド系アメリカ人とタスカローラ族インディアンの根結だった。姉の夫が写真家であり、彼が撮ったエヴァの写真がきっかけで映画界入りした。デビューしたものの強い南部鉛が災いし、何年も目立ったヒット作がなく、女優としては低迷していた。仕事といえばピンナップの撮影の方が多かった。身長が170センチメートル近くあり、 顔立ちがエキゾチックであるため、ブロンドの女優がもてはやされるハリウッドでは異色の存在だった。規定路線の役柄でなく、ジプシーの役、黒人の役などが多かった。早くから、ファムファタール適材の女優として目立っていた。殺人者、裸足の白爵夫人、第二次世界大戦中の1942年に、人気俳優のミッキー・ルーニーと結婚したことで、 名前は知られるようになった。この結婚は長続きせず、一年半で離婚した。その後、ミュージシャンのアーティショーと結婚するも一年で離婚した。アーティとの間に、初めての子供を見守るも、所属映画会社社長の、小持ちの女優はスターになれないとの一言で中絶し、夫より、社長の言うことを聞くなんて、と彼を嘆かせた。なお、大富豪のハワード・ヒューズや、 ドミニカ共和国の外交官でプレイボーイとして知られたポルフィリオ・ルビロサトの交際も知られている。天気は1951年のミュージカル、ショーボートで強烈な存在感を残し一気にブレイクした。その後、モガンボやナギサニテなどの人気作に出演した。その後結婚するフランク・シナトラとは交際時からスキャンダルとなった。ティーン向けの歌手から出発し、 幼馴染みのナンシーと結婚して三次の父になっていたシナトラは当時歌手として低迷し俳優としてもくすぶっていた。エヴァと交際するようになってもカトリックである上にマフィアの娘でもあるシナトラの妻が離婚を承諾せず苛立だったエヴァは全部アーティーショーにあったりしていた。そのことに怒ったシナトラがエヴァと電話で会話中に彼女に聞こえるようにピストルを壁に向けて発射するという 事件を起こした。なお、シナトラとは1951年11月に結婚したが、1953年に公開された、地上より永遠に出演後のシナトラの人気復活とともに、シナトラに再発した浮気癖が原因で1957年に離婚している。1960年代以降に流行が変化すると一時の人気も衰えていったが、北京の55日や、 天地創造などの大作に出演している。次第にハリウッドの作品から遠ざかり、国外の作品に多く出演するようになった。シナトラとの離婚後にスペインの闘牛士と付き合ったことから、スペインに住所を移している。1990年に肺炎により死亡した。ほとんどの作品で緑純子が担当している。日本語訳された伝記に j ンエレンウェイン エヴァガードナー美しすぎた女の一生がある。ありがとうございます。